宮崎福祉医療カレッジ野球部の技術測定セレクションが日南市の天福球場で開かれました。セレクションには宮崎県内や鹿児島県など来年卒業をする高校生を対象に26人が参加。参加者たちは3グループに分かれてベースランニングや遠投などをこなしていました。野手はバッティング、投手13人はブルペンで30球ほど力強く投げ込んでいました。宮崎県内から参加した生徒は自分の力を試すことができて進路の選択肢になってよかったですと話していました。まだ来年も20名ほどの部員を確保しながら、勝てるチームを作りたいという状況なんですけども、やっぱり夏の大会が終わった状況で、バットも振れるし、ピッチャーもボール力ありますので、この中から何人が入学してくれるのか楽しみにしております。宮崎福祉医療カレッジ野球部は8月に鹿児島県で行われる全日本クラブ選手権などに向けて練習に励んでいます。